公暦2018年、極東の島国、エリア11で起きた、神聖ブリタニア帝国に対する大反抗作戦、ブラックリベリオンの失敗から、はや数ヶ月が過ぎた。彗星のごとく現れたゼロの消失から、多くの時間が流れたが、世界は変わっていない。世界は、暴力に満ち溢れたまま、力で奪い、力で押さえつけ、力で支配する。それは、ブリタニアに限ったことではない。世界の至るところに暴力が溢れている。そう。今、ここにだって。降伏してください。スマイラス将軍もバルクライ将軍ももういない。勝敗は決しています。ラウンズがこんな辺境の町にまで。しかし、ユーロピアはまだ負けたわけではない。そうだ、我々には徹底抗戦の構えがある。将軍たちの意志を引き継ぐのだ。だからといって自国の民衆を危険にさらしてまで戦おうというのか。こちらオフェン、町の人間が集められているシェルター前に着きました。相手はラウンズといえども一騎だ。撃ち取れ。おう、よし、敵ユーロピア軍を鎮圧する。シュネ。はい。狙撃？どこから？戦場でよそ見している奴があるか！どうしてここにブリタニアが！敵中だ！敵中！ブリタニアが来たぞ！撃て！撃て！こんな街中でそんなものは撃たせない！シュネイは援護、レドは市民を守れ。ガフィールドは？わかってる。一気に片付けよう。右のは僕が。なら私は左のやつ。おいおい、すごいなあの二人。これなら私の援護など必要ないな。これで最後だ。俺の出番はなしか。だが占拠された町は解放される。私たちの勝利だ。これでこの町の人も暴力に脅かされることもなくなる。殿下、クルルギ教の部隊がフロドラの町を占拠したユーロピア軍を鎮圧したとのことです。私たちが引き上げて以降、ミンスク、バラーナビシに続いて3都市目ですね。ふん、すごいじゃないか。クルルギ教は指揮官としての才能もあるようだね。はい、主要都市以外にも各方面に部隊を派遣し、かっこ撃破。ユーロピア軍の本体はドイツまで引き下がったようです。上出来だ。これならベラルーシは完全に我ら神聖ブリタニア帝国のものだね。将校を派遣し、エリア化の準備を進めてもらえるかな。すぐに手配します。それと鈴のことかな。はい、クルルギ教につけた鈴はこの連戦の中でも鳴りませんでした。それはいいことじゃないか。鈴が鳴らないのであれば、それはクルルギスザクという人間が私たちの信頼に足る騎士だということだよ。ここは素直に父上が取り立てた騎士の実力が本物であったと喜ぼう。今はね。B20 経過報告。ブダより東の国境線沿いで、氷雪の表しと異名を取るバルクライ将軍を撃破したナイトオブセブン。クルルギスザク教は、ミンスク、バラーナビチに続いて、ユーロピア軍によって占拠された。レド、その報告書は少し持ち上げすぎだ。バルクライ将軍を下したのは、シュナイゼル殿下の指揮あってのこと。それにはこのフロドナだって。でもスザクがいなければ、このフロドナは、今頃まだユーロピア軍の前線基地にされていた。ミンスクやバラーナビチだってそう。はい。どこもユーロピアの部隊が、町を不当占拠していました。まさか、
敗走した自国の兵士が自国の民衆を盾にするなんて。謙遜も過ぎると嫌味ってものですよ。そういうんじゃないよ。ただ褒められるのは苦手なんだ。ん？朱雀にとって称賛の声は全て責めているように聞こえるのかもしれない。裏切りの騎士、同族殺しと。クルルギ教って変わってますね。シュネなんか大好きですよ、褒められるの。おいレード、クルルギ教の前で。それは私も知ってる。君まで。シュネはそれがいいよ。その方が、ん？何か聞こえないか？え、いえ、何も。女の子の声だ。ちょっと、スザ君！俺には何も聞こえなかったけど。とにかく、ついていこう。ここからだ。瓦礫の下に。手伝います。これは。女の子。スザクにはこの子の声が聞こえたのか。君、大丈夫かい？ありがとう。戦闘の音がなくなるまでずっと待ってたから。怪我をしているね。立てる？すぐに手当てを。お父さんは？お父さんを先に。はぐれたのかい？お仕事でここに来ているはずなの。わかった。お父さんは後で探してあげる。シュネ、バラーナビチでイムハンの準備を。こっちに来てもらえますか？いや、僕がランスロットで運んだ方が早い。あなたがあの人殺し！お父さんを返して、あなたが殺したんでしょ？お父さんって。私たちの国を守るために戦ったの。お兄ちゃんもおじさんもみんな、どうして殺したの？お父さんもお兄ちゃんも優しかったのに。鬼、悪魔！スザク、なんとか言ってよ。人殺し絶対に許さない。え、レド。麻酔銃です。治療するにはどの道眠らせる必要があります。強い奴が勝ち、弱い奴が死ぬ。戦場なら当然のことです。違う。強いから守るんだ。そうじゃないと僕はゼロになる。ゼロと同じになってしまうんだ。クルルギ教、あなたは本当に変わってますね。あなたみたいな人がどうして軍人に？それは、私も知りたいです。地位ですか？それとも、名声？そんなんじゃない。僕はただ。ブイトール？あれは本部の。クルルギ教、お迎えに上がりました。お迎え？シュナイゼル殿下から連絡が入っております。今後の動きを直接お話しされたいと。また、こたびのベラルーシ兵隊の功績を称えたいとも。皇帝陛下も鬼神のごとき働きとお喜びのようでした。鬼神？日本の言葉で鬼。荒々しく恐ろしい化け物のこと。化け物？そんな、クルルギ教は。いや、さすがは陛下だ。僕にふさわしいよ。大勢殺して裏切って。スザク。わかった。すぐにミンスクの本部へと戻る。シュネ、彼女のことを頼む。ですが、この子はあなたが。僕に助けられたと知ったら、彼女は僕を憎むこともできなくなってしまう。憎めるだけでも救われるから。クルルギ教は、それでいいのですか？僕はもう踏み出してしまったんだ。だから、行かなくては、後のことは頼む。イエス、マイロード。守ったはずなのに嫌われて、救ったはずなのに恨まれる。それでもスザクは、その思いを一身に受ける。何も変わっていない。ブリタニアに支配された日本で、日本最後の首相の息子なのに、裏切ったと恨み事を言われていた頃と変わってはいない。そのはずなのに、あのバルクライ戦で見せた行動は何？あの時のスザクに何が起こっていたの？あれ以降、スザクはあんな状態は見せていない。それゆえに、あの時の異質さが目立つ。さっき、ゼロと口にしたスザク。やはり、スザクはゼロの何かを知っている。
その何かとは何？くそ、あともう少しだったのに。このまま桜木城ルートで旧道に出ましょう。そこのトレーラー、警告する。直ちに停車せよ。今ならば弁護人をつけることが可能である。撃ってきやがった。次は当てる。直ちに停車せよ。今度は当ててくる。どうする。そのために私がいるんでしょ。ターゲットは疎開からゲットへ向かいます。よし、追い込め。了解。スラッシュハーケン、やはりナイトメアを積んでいたか。もうナイトメアはお前たちの専売特許じゃないんだ。キャー、ナイトメア相手では分が悪いか。そこまでで十分だ。あとはこちらで始末をつける。ガラス鏡。わかりました。離脱します。離脱していく。どうして。星目さん、まだ前方にナイトメアが。あの青い奴らは浦部さんたちの言っていたブルーバロンズだ。逃げるぞ。逃がすと思うか。後ろにも囲われた。逃げろ星水、ここは俺が食い止める。取り押さえろ。イエスマイロード。うっ、被災した。たとえナイトメアが使えるようになったからといって勝てるかどうかは別物だ。この私一人だって。あれ、脱出装置が起動しない。残念だったな。こちらは自分たちの使う兵器を熟知しているんだ。貴様には黒の騎士団の情報を吐いてもらう。そんな。バニングス、捕虜を2名捕らえた。何としてでも光月たちの居場所を吐かせろ。イエスマイロード、何としてでも。チッ、あれはブルーバロンズか。奴らもこの横浜疎開で作戦行動中とは。彼らと連携するわけにはいかないのでしょうか。そうしたいところだが、そうもいかんだろう。こちらは皇帝陛下直属の秘密部隊だ。我らの作戦内容が他に漏れるようなことはできん。しかしブルーバロンズがいるということは、黒の騎士団の残党が潜伏しているということ。なら C2 が接触する可能性も高い。確かに。これで対象が横浜で目撃されたという情報の信憑性が高まりましたね。うん、そうであるならこれは好機とも取れるな。悪いが、ブルーバロンズは我々に利用されてもらうとするか。そうか、久石と星水が捕まったか。はい、サザーランドを奪うことまではできたのですが、あの青い奴らに。ブルーバロンズね。私たちがこの横浜に潜伏していると見越していたんだ。そのようだな。一刻も早くこの場を離れた方がいいんだろうが。そうもいかないわよね。私たちの現在の戦力は、私のグレンに。和歌山で手に入れた京都の部隊が2機だ。これでは到底例の作戦を実行できん。飛燕4号作戦ですね。しかし今回の失敗でブリタニア軍は警戒を強めるかと。ごめんなさい、今日はもう店じまいで。なんだ、揃いも揃ってしけた顔をして。いい情報を持ってきてやったぞ C2。 東京湾に入ります。ん、なんだあの船は。何事だ。わかりません。小型の船がまっすぐにこっちへ向かっています。ブリタニアか。ブリタニアならグレンで。待って、あの船に乗ってるのってC2? 確かにあの時は助かった。オーフ島に雪原する予定だったからな。そうだろう。大不島にはお前たちを捕まえようとブリタニア軍が待ち構えていた。私の情報のおかげで回避することができたというわけだ。さすがにブリタニアの一部隊を相手にするのは分が悪かったからね。で、
あんたの言ういい情報って。なんだ、私に対する感謝の念が薄いやつだな。はいはい、あんたには感謝してる。それよりももったいぶらずに教えなさいよ。うん、まあいいだろ。お前たちは横浜疎開の北部にノーストックというブリタニアの施設があるのを知っているか。いや、初耳だ。その施設がどうかしたのか。ここにはブラックリベリオン時に黒の騎士団から接収した機体の一部が保管されているらしい。黒の騎士団の機体が？どうしてここに？どうもブリタニア本国に送るつもりだったらしいが、ずっと滞っていたようだな。もう半年以上もここから動かされていない。その情報が本当なら願ってもないことだ。これで大幅に戦力が増強する。早速調査に入ろう。ええ、シーツ、あんたにも手伝ってもらうわよ。わかっているさ。全てはゼロを復活させるためだからな。そのことだけど本当なの？ゼロが東京疎開にいるって話。情報ではな。だからそれを確かめるためにも戦力が必要なのだろう。そうね、まずは何よりも戦力を整えることを優先すべきか。じゃあみんなを集めましょう。ドックの情報を集めるの。わかった、俺が他のメンバーに招集をかけてくる。頼んだぞ。そうか、ゾビウレン卿が。ああ、グジャラートでコウズキらとの戦闘によって戦死した。情けない話だ。ゾビウレン卿を失い、コウズキらに再びエリア11の地を踏むことを許してしまった。これでは何のためにインド軍区クンダリにまで行ったのか。サファイア、自分を責めるのはよせ。それほどに黒の騎士団は手強いんだ。それは奴らと相対していた私がよく知っている。しかしだからといって諦める君ではないだろう。もちろんだギル。今日捕まえた黒の騎士団の残党が口を割った。コウズキらはゲットーに潜伏しているらしい。横浜疎開のゲットーというと中華街のある元町ゲットーか。よくそんな情報を。しかし直接の接触はないみたいでな。潜伏場所を特定することはできなかった。情報の細分化か。黒の騎士団の上等手段だ。そのせいで情報を追うのが困難にさせられている。しかし分かったこともある。奴らは戦力の増強を図っている。何か意図があるのかもしれん。どうしてそんなことが。何、罠を仕掛けたのさ。ナイトメアを餌にしてね。そうするとすぐに食いついたというわけさ。ナイトメア、それは絶対に阻止せねばならんな。ああ、だがそれは私の役目だ。この横浜疎開での駐留をカラレス総督に取り付けてくれたギル、いやギルフォード卿に報いるためにも必ずや奴らを捕獲する。わかった、カラス卿、騎兵の武運を祈る。なんだ、こんなところに呼び出して。私は女と夜景を見る趣味なんてないぞ。私だってないわよ。てかあんたなんか雰囲気変わったわね。そうか、私は何も変わっていない。私は私。C2 さ。その煙に巻く感じは確かに変わってないわね。だから前からあんたのこと苦手だったのかも。言いたくないことは言わないものさ。年を経ればそうもなる。そうなのかもね。でも私は嫌なの。自分自身が許せないから。ほう。言いたくないことを言うためにわざわざこんなところに連れ出したのか。そうなるわね。シーツ、あんたはゼロを復活させようとしている。概念的な意味じゃない。本当に彼を見つけ出しゼロへと引き戻そうとしているかもな。だから謝っておく。ごめん、うん、そもそもこうなった原因が私にもある。1年前、神根島で朱雀によってゼロの正体が暴かれた時、私は全く動けなかった。ゼロを助けることも朱雀と戦うこともできなかった。それどころかその場から逃げ出したんだ。ずっと胸の奥で引っかかっていた。あれでよかったのかと。自分はただ逃げ出しただけなんじゃないかって。でもこの間あんたが私たちの前に現れて言った。あの男が生きているとしたらどうするって。だから私は決めたの。彼を見つけ出してゼロを復活させる。そして彼の口から本当のことを聞き出そうって。
あいつが本当のことを言うとは限らないんじゃないか。その時は銃を突きつけてでも聞き出すわ。それはいいな。それは私も見てみたい。でしょ？だから絶対に見つけ出さなくちゃ。ところで、あの情報ってどうやって手に入れているの？ん？あいつが残した情報ネットワークさ。今でも十分に機能している。あいつの残したものが、あいつ自身を救う。こうなることまで読んでいたのかは定かではないがな。そうね。でもそういうところ、あいつらしいかも。横浜ノースドックか。おそらく軍事基地というよりは、ブリタニア本国からの物資を兵站拠点に送るための施設のようだな。俺たちのナイトメアをブリタニアに送ろうとしていたってことでしょうか。 C2 はそう言っていたな。確かに人工島の大半が港として使われているようだ。島の内側に倉庫のようなものが見える。ナイトメアがあるとしたらあそこだろう。しかし厄介ですね。あの施設のある人工島には橋が一本かかっているだけです。攻めるにしても逃げるにしてもあの橋を渡るしかありません。あの橋を封鎖されたら人工島に閉じ込められるということか。無事にナイトメアを奪取できたとしても逃げられないのなら意味がない。我々はもう少し島の外から調査を続けて他に逃走できそうなルートを探そう。施設の内部は今頃光月たちが調べているだろうからな。わかりました。船を移動させます。毎度と出前に来ました。ええ、この前大陸の方から来たばかりで。何でもエリア11はブリタニアの軍人さんがいっぱいお金を使ってくれるって聞いたもんで。すみません、うちはそういうサービスやってなくて。料理が冷めちゃうんで行っても。どうも。うげえ、あの視線気持ち悪かった。すみません、嫌な思いをさせて。いいのいいの、これも作戦のためだし。それよりも島のスキャンは？問題ありません。カレンさんが検問の兵士と話している間にスキャンを開始しました。島自体大きくない上にあくまで港湾施設として使われているみたいなので、建物自体も多くはありませんね。本当にこんなところにナイトメアが保管されているんでしょうか。まだわからないわね。でも何機か警備のサザーランドを見かけるところを見ると可能性は高いんじゃないかしら。え？何もないところに軍用のサザーランドなんて配備しないでしょうからね。そう言われてみると。出前ついでにもう少し探りを入れてみましょう。はい。まだ C2 は見つからないのか。横浜に入ってもう1週間近くになるというのに。申し訳ありません。行動に制限のかかる我々では限られた人員での捜索に限界がありまして。やはり餌にかかるのを待つ方がいいというのか。疎開での捜索は諦め、捜索範囲をゲットーに変更しますか。どうだろうな。あの容姿では逆にゲットーにいる方が目立つ。潜伏しているなら疎開の方が可能性は高いと思うが。隊長、疎開北部を監視しているエンリケから報告です。 C2 を発見したのか。いえ、指名手配中の光月カレンを確認したと。光月カレン、黒の騎士団のか。ブルーバロンズが追いかけてるのはこいつだな。どうやらドックを調べていたようです。ドックは確かブリタニア軍の港湾施設だったな。うん、これは使えるかもしれん。エンリケに光月カレンを追わせろ。イエス、マイロード。エンリケ、了解。大将ブラボーの追跡を開始する。何？ああ、わかった。有益な情報だ。オンに切る。どうした？光月カレンを追いかけているブリタニア人がいるそうだ。おそらく個人ではなく組織だって動いているとのことだが。その様子だとブリタニアの正規の軍人ではなさそうだな。ああ、そうみたいだが心当たりが？
あるにはあるな。ブルーバロンズとやらがいる以上、他の正規の部隊がカレンを追うとは考えづらい。しかも組織だってとなると狙いは、まあ私だろうな。おそらくシャルルが私を捕らえるために派遣した特殊部隊。面倒なことになったな。よし、これであらかたの作戦は決まったな。みんなの入念な調査のおかげだ。あとは実行するだけね。その前に少しいいか。お前たちの耳に入れておきたいことがある。ん？そこの情報屋にカレンが何者かにつけられているという情報が入った。まさかブルーバロンズ？私がまずった？いや、まだそうと決まったわけではないな。ああ、あの後も情報を集めてみたが、そいつらはブルーバロンズを含めた正規軍との接触はせず、独自に動いているようだ。独自に？どういうこと？ごめんなさい、今日はもう店じまいで。夜分に失礼する。我々はブリタニア軍特別捜査部隊、通称ブルーバロンズである。私は隊長のサファイア・カラスだ。この元町ゲットに黒の騎士団の残党が潜伏しているという情報が入った。誰か心当たりがある者はいないか？どうした？何？軍人さんたちが本物かどうか判断しかねているのさ。どういう意味だ？我々を愚弄するというのなら。おお、怖い。そうやって女を食い物にする気か？何？横浜疎開の軍人なのに知らないのか？この中華街はゲットーに区分されるが、ブリタニアから認可を受けた特別商業地域だ。それゆえか、私たちのような普通の料理屋の娘にも金で夜の相手をしろと迫ってくる軍人が後を絶たないのさ。さっきみたいに凄んでな。この娘なんか、ついこの前無理やり軍人に。かわいそうに。それ以来まともに軍人を見れなくなってしまった。ほら、こんなに震えて。それは失礼した。同じブリタニア軍人として恥ずかしい。このサファイア・カラスの名にかけて必ず是正することを誓おう。日を改めさせてもらうので、その時は協力してもらいたい。ああ、すまないな。バニングス、次に行くぞ。はい。行ったか。急に振られたから驚いたけど、助かったよシーツ。ああ、だがこれで証明されたな。カレンを追いかけている奴らとブルーバロンズに接点はない。繋がっていたらあんなにあっさりとは引き下がらないだろうからな。あれは捕まった被災地たちから得た情報でここに来たんだろう。そうなるとカレンを追っていた奴の狙いは私だ。私を捕らえるためにお前たちを利用するつもりなんだろう。なんだかややこしくなってきたわね。でもどの道ここにはいられない。そうだな。C2 を狙っている奴らもブルーバロンズもすぐにここを探し当てるだろう。行動を起こすならできるだけ早い方がいい。なら今夜決行しましょう。今夜か。準備不足なのは否めないが、致し方あるまい。橋本、森田、みんなを集めてくれ。わかりました。そういうわけだ。私たちは今夜ここから立ち去る。残念だ。これで浦部さんの作った変わった味の飯が食えなくなるのか。言ってろ。あんたには世話になったな。これまでの報酬を支払いたい。お前の情報には価値があったからな。いいねで構わん。いいねか。そうだな、ゼロを復活させてくれ。それが俺にとって十分すぎるほどの報酬だ。ゼロを？ああ、彼なら必ず日本を取り戻してくれる。そうすれば殺された娘も。わかった、約束しよう。必ずゼロを復活させる。シーツ、そうね、必ず。今日も手がかりなしか。明日はゲットの東側まで捜索範囲を広げます。うむ、奴らが横浜にいるうちに何とか。
差出人不明のメール、軍の専用回線なのにどうやって、なんだと、光月カレンらがドックを狙っている。ドックといえば北部にある我が軍の港湾施設、どうしてそのような場所を、いたずらでしょうか。いたずらで軍の専用回線を使えるとは。何が、今の爆発音はドックの方からだ。さあ作戦開始よ。今の音は何だ。ドックの方からです。火の手が上がっているようです。黒の騎士団が行動を起こしたのか。こんなにも行動が早いとは。ここに C2 が現れる可能性がある。ナイトメアを準備しドックへ向かう。急げ。はっ。出撃の準備を急げ。総員出撃だ。イエスマイロード。光月カレン、今度こそお前たちを捕らえる。黒の騎士団の赤いやつ、まさかここに奴らのナイトメアがあることを知って奴らを吸盤倉庫に近づけるな。やはり警備のナイトメアが出てきたか。ここは私に任せて、浦部さんたちは作戦通りに。分かった。森田はこのまま俺たちと一緒に吸盤倉庫へ、橋本は例の準備を頼む。了解。おい、他の奴らも入り込んでいる。吸盤倉庫に向かうつもりだ。おっと、そうはさせないよ。あんたたちの相手は私だ。いやダメだ、先にこいつをやらないと。全機一斉にかかれ。了解。急げ、もう警備隊との戦闘が始まっている。C2 がもう合流しているかもしれん。黒の騎士団がナイトメアを手に入れてしまったら逃げられてしまうぞ。ではヌー仲裁の連絡は。ことが済んでからでいい。今は一刻を争う。はい。カレンたちの調べではこの吸盤倉庫にあるはずなんだが。おい浦部、あれじゃないか。ナイトメア輸送用のコンテナか。森田、開けてみてくれ。了解、開けます。おお、月下。それにこれはあいつの装備か。浦部さん、こっちにはブライが3機あります。3機も。よし、すぐに持ってきたエナジーフィラーを装填するんだ。浦部、この装月は私が使わせてもらう。いいか。ああ構わん。早くこいつらで光月の火星に向かおう。うん、分かった。完全な状態じゃないグレンだったとしても、あんたたちには遅れを取らない。ぐぬ、ちょこまかと避けて。くそー、ダメだ、強すぎる。よし、なんとか間に合ったな。トレーラーを建物の陰に隠せ。しばらく様子を見る。ナイトメアは起動させますか。ああ、だが準備だけだ。あの赤いやつのデタラメな強さを見ただろう。我々の戦力だけでは到底かなわん。ではどうするおつもりで。言っただろう、あいつらを利用させてもらうんだ。あいつら。こちら橋本、浦部さん、あいつらが来ました。ブルーバロンズです。何、もう来たのか。はい、あとほんの少し前に情報屋が言っていた奴らも橋を渡って島に入ってます。そうか、数は。トレーラー2台です。1台にはナイトメアを積んでいると思われます。了解だ、橋本はそのまま作業を続けろ。終わり次第連絡をくれ。了解です。お前の読み通りだな C2。 ああ、さてここからが本番といったところか。お前で最後だ。うわあ！って、あらて、全機3回あの赤いやつを取り囲め。イエスマイロード。ブルーバロンズ助かった。ドック所属のナイトメアは下がれ。ここは我らブルーバロンズが預かる。この声、店に来た人と同じ。隊長のサファイアとかいう。
ならあんたを倒せばこの追いかけっこは終わりってわけね。そうだな、追いかけっこはここで終わりだ。お前を捕まえてな、光月カレン。常に距離を取って陣を崩すな。一斉じゃ。全方位から撃たれたとしてもこのグレンなら。前弾避けただと。案ずるな、当てなくてもいい。エナジー切れに追い込め。イエスマイロード。統率が取れていて戦いづらい。このままだとエナジーが切れる。でももう一度仕掛けるぞ。一戦車ゼロを復活させるまで負けてられないんだよ。方位を狭めろ。かなチェスター。なに。うわー、待たせたな光月。浦部さん、それに蒼月。私だ。こいつもあったんだな。取り返してきた黒の騎士団のナイトメア。そうか、接収した者がここに。総員うろたえるな。増えたとて2機程度、取り囲んで押し潰せ。イエスマイロード。ごもっともなこと。浦部、例の仕掛けは。まだだ。橋本からは完了の知らせはない。ナイトメアを手に入れた以上さっさと離脱したいところだが、この数だと逃げ切れないだろうな。ならやはり決着をつけるまで。来るか光月カレン。私との一騎打ちがお望みかな。まったく、あいつはここは頭を使うべきだろうに。このこういう風にさあ見えているだろう。シャルルの使いたち、お前たちの欲している私はここだ。C2 です隊長。あの機体に C2 が。分かっている。すぐに我々もナイトメアで出るぞ。はい。さすがは黒の騎士団のエース、やるな。このサファイアって人手強い。堅実な戦い方で攻めづらい。その右腕は威力が高い分動きが読みやすい。隙さえ見せなければ撃たせることもない。決定打が撃てない。このままだとエナジーを消費するだけ。カレン、今から隙を作る。それで何とかしろ。隙？隙なんてどうやって。青い機体がこっちに。二機がかりというわけか。そういうことじゃない。今こそ C2 を。サザーランド、どこの部隊だ。どけ、ブルーバロンズ。邪魔だ。貴様、気がされた。今だ。しまった。カラス隊長。何？バニングス、この女王は生きて、ゾビュー連強の仇を。バリングス、準備が整いました。こちらもです。よし、今だ。シャフスモークだと。おい、オンダ、逃がすか。バニングス教の仇を。待て、このタイミングで奴らが逃げるのはおかしい。浦部さん、前期こちらに渡りきりました。よし C2、 最後の仕上げだ。ああ。 C2 はどこだ。隊長、橋の向こうに黒の騎士団だ。向こう岸に逃げているぞ。追い詰めろ。バニングス教とゾビユレン教の胸は。悪く思うなよ。私たちにもなさねばならんことがあるんでな。な、何？うわあ！橋が、我がブルーバロンズが。橋の爆破を確認。これで島にいる連中は追ってこられません。ああ、よくやった。作戦成功だ。なんとかうまくいったね。
まさか C2 の追手をあんな風に使うなんて。正規軍のブルーバロンズと連携が取れていないようだったんでな。利用させてもらった。けど、あいつらは一体。そのあたりのことは後で話そう。今のうちに撤退するんだ。そうね、わかった。行きましょう。ああ、シャルルの手のものなら、あれだけではないはず。私をおびき出すために、あいつを監視している奴らがいるはずだ。おそらく、アッシュフォード学園で。己黒の騎士団、よくも我が部隊を許さん。許さんぞ、光月カレーン。しくしょー、俺たちは一体いつまでこのままなんだ。わめくな、玉木。大声出したって何も変わらないだろう。そんなこと言ってもよ、もう捕まってから1年近くなんだぞ。ゼロは何やってるんだよ。俺の親友はよ。ゼロ？もしかして彼が助けに来てくれるとでも思ってるのかい？ああ、当たり前だろ。あいつは必ず助けに来る。親友の俺にはわかんだよ。1年前の東京決戦を忘れたの？ゼロは僕たちを見捨てて戦線から離脱したんだよ。それは、でもゼロにも何か深い理由が。その深い理由とやらのせいで成長の制圧は失敗、僕たちもこうして捕まることになったんじゃないか。なんだとくろ。いい加減にしろ、玉木。でもよ、ゼロのことは俺も信じている。だからこそ今は待つしかないだろう。ふん、そんなこと言って。朝比奈、お前もいい加減にしろ。東堂さん、ゼロを信じたのは自分たち自身で決めたことだ。でもゼロが捕まったっていう噂もあります。それならもう。いや、ゼロは生きている。東堂さん、どうしてそんなことが。本来なら私たちのような中核メンバーは逮捕と同時に刑に処される。逃れた人間の繊維を削ぐための見せしめとしてな。しかし私たちは1年近くも処刑されていない。これには何か意味があるはずだ。東堂さんはそれがゼロが生きているためだと。ああ、私はそう考えている。だから希望を捨てるべきではないともな。そうさ、それにまだ捕まっていないメンバーだっている。カレンや浦部さんだって。あれは被災士。おら、とっとと入れ。よかったな、お仲間が増えて。全員捕まるのも時間の問題だな。この野郎。うわっと、イレブンの猿は怖いね。くそ、ここから出しやがれ。大丈夫か、被災士。ひどい傷を負って。俺は大丈夫です。それよりも話したいことが。何、浦部さんと光月たちが。本当なのか、星水。はい、横浜で C2 と再会したんです。そしたらゼロが生きているかもしれないと。ゼロが。そこで私たちは戦力を揃えようとしたんですが、下手をしてしまって。そうか、でも無事でよかった。捕まっても命さえあればなんとかなる。ゼロが生きているかもしれない。ほら、やっぱり俺の言ってた通りじゃねえか。まだそうと決まったわけじゃ。でもその希望があるだけ俺たちは耐えられる。それにカレンたちだって。どうやら無事に逃げ切ることができたようだな。ええ、ブルーバロンズもあの爆発だともう追ってくるのは難しいでしょうね。ところで C2、 さっきのことなんだけど。ん？ああ、あの別部隊のことか。あれはおそらく私を追っている部隊だろう。それってどうして。さあな、私を追っているということぐらいしか私にもわからん。しかし今回の一件で正規の部隊と連携が取れていないことは分かった。確かにそのおかげで混乱を利用することができたけど。まあ結果的に作戦は成功したし、よしとしようじゃないか。これでグレン、月下、蒼月にブライが5機、大幅な戦力アップだ。
そうね。今日は作戦の成功を喜びましょう。じゃあこれで戦力も整ったし、いよいよ東京疎開に。いいや、まだだ。え？どうしてよ。これだけナイトメアがあれば。実はもう一つ情報をつかんでいてな。あいつの部来が保管されている場所があるらしい。あいつの部来、もしかしてゼロの？ああ、迎えに行くなら必要だろう。あいつの機体が。サファイア。ギルカ、してやられたよ。取り逃がしただけではなく、ナイトメアまで奪われ、我がブルーバロンズを壊滅状態にまで追い込まれた。敵は黒の騎士団、光月カレンたちか。ああ、それだけではない。私の知らない部隊が入り込んでいた。何？知らない部隊だって？ああ、ブリタニアの部隊だとは思うが、識別コードも通信回線も独自のものを使用していた。奴らも黒の騎士団の打破が目的のようだった。そんな部隊の行動報告を聖長では受けていないぞ。どこの部隊だ？さあ、あの爆発で全て吹き飛んでしまった。今となっては確認する方法もないなあギル、騎兵に友人として頼みがある。何でも言ってくれ。私を君の部下に加えてほしい。私はこのままでは引き下がれん。ゾビューレン、バニングス、他の隊員のためにも。サファイア、私は絶対に許さない。光月カレンを、黒の騎士団を。こっちこっち。はい、パス。ほら、もっと走ってボールを取りに行く。ヴィレッター先生、少しいいですか？うん、実は。何？クレタ隊と連絡がつかない？はい、今朝方横浜ドックでブルーバロンズと黒の騎士団との戦闘が確認されています。もしかするとそこで。ドック団での行動は避けろと常々仕方ない。 C2 からの接触の可能性が考えられる。対象の監視を怠るな。警戒を強めるんだ。はっ。これはどう考えるべきだ。単純に黒の騎士団との戦闘に巻き込まれたのか、それとも情報通り横浜疎開に現れた C2 が黒の騎士団と合流したのか。どちらにせよ警戒を強めることに越したことはない。 C2 を捕らえれば私の貴族としての地位も揺るぎないものになるのだから、奴には役に立ってもらわんとな。クルルギ首相が殺されただと？一体誰に？それがご子息の。そんな、スザク君に？なんてことをしてくれたんだ。このままでは我が国は、日本は。イレブンめ、やっぱり裏切りやがった。だから名誉ブリタニア人だからって信じられないんだ。クロビス殿下を返せ！この皇族殺しの裏切り者が！けっ、こいつはただの奴隷だよ。何が名誉ブリタニア人だ。嬉しそうにプライドも仲間も魂も売って、それでも日本人か、このブリタニアの犬が。クルルギスザク少佐、第2級軍規違反の容疑で逮捕します。どうやってランスロットから出たのかは知らんが、ゼロを始末する千載一遇のチャンスを、自分の命を惜しんで不意にした。これ以上はない命令違反だ。違う。僕は、俺はただ、人を救いたかったんだ。人を救いたいって？救われたいのは自分の心だろ。それに準じて死にたいだけだ。だから、いつも自分を死に追い込む。ただの死にたがりじゃねえか！貴様の善意は、ただの自己満足だ！そうだ。自己満足かもしれない。でも、そんな僕を好きだと言ってくれた人がいた。自分を嫌わないでと言ってくれた人がいた。僕の扉を開けてくれた人がいたんだ。僕は彼女の理想を手伝うために。人殺し！お父さんを返して！あなたが殺したんでしょ！鬼！悪魔！人殺し！私はお前を絶対に許さない！だ、は、は、
夢か。俺は。はい、クルルギ。何？わかった。すぐに向かう。結局、フロドナ以降は出撃がなかったな。ええ。やはりバルクライトのブダ戦での勝利が大きかった。それに、その後のスザクの舞台展開も功を奏したんだと思う。お、やっぱりそう思ったのか。主要都市には、クルルギ教を中心とする俺たちが本体を追撃。それ以外にも、各方面に部隊を派遣して括弧撃破することで、戦力の再結集と補給を妨げた。おかげでユーロピア軍の本体は、ベラルーシからの撤退を余儀なくされた。ついには2日前にベラルーシ戦の終結ときた。さすがは我らのクルルギ教だな。な、シュネ。シュネ？私に話しかけていたのか。あ、すまない、聞いていなかった。なんだよ、まだ悩んでいるのか。あれから結構経ってるっていうのに。何の話？ああ、こいつブダ戦でクルルギ教に助けられただろ。そのことをずっと気にしてるのさ。レード！いや、いい加減悩みすぎだろ。そんな状態で戦場に出たら死ぬぞ。言い方はきついけど、レドの言う通りね。戦場では少しの油断で被害が出てしまう。シュネーだって分かってることでしょ。悩みがあるなら話して。いや、悩みというほどのことではないんだ。ただクルルギ教とどう接していいか。スザクと？さっきレドが言っていたブダ戦で助けられたことに関係が？それはそのクルルギ教がイレブ日本人だからだよ。日本人だから。ああ、そういうことか。スザクは日本人、ブリタニアに支配を受けるべきナンバーズイレブンだ。そのイレブンにシュネーは命を救われた。それはブリタニア人にとって屈辱以外の何者でもないだろう。いや、待ってくれ。確かにそれが無関係だとは言わない。でも私はクルルギ教に感謝しているんだ。それに尊敬もしている。シュネ、私の家はアイダホ地方を治める領主の家系だ。上級とは言わないまでも歴史と誇りのある家だと私は思っている。私がコノエナイツに配属になったと知った時、両親も親戚一同も喜んだ。ナイト・オブ・ラウンズの親衛隊に選ばれるなんて一族の誇りだと喜ばれた。しかし、それがクルルギ教の親衛隊だと知ると、両親も親戚一同も手のひらを返すように落胆した。一族の恥さらしだという者もいたんだ。最初は私もナンバーズの部下などと落胆した。しかし、クルルギ教と接するたびに、そんな私が浅はかだと思い知らされる。人間としても能力としても私はクルルギ教に遠く及ばない。それなのに私は人種や国というレッテルだけで人を推し量ろうとした。なんとも愚かなことだ。だからこそどうしても考えてしまう。自分がどう振る舞えばいいのか、どのようにクルルギ教と接すればいいのか。そうか、シュネーは良くも悪くもブリタニア貴族の人間だ。環境的にナンバーズは下であることを刷り込まれている。しかしその固定観念をスザクによって覆された。だから戸惑っているのか。シュネーは真面目なのね。茶化すなよ、私だって分かっているさ。こんなのは子供っぽい悩みだというのが。茶化してなんかない。シュネーは真面目だから家が他の貴族からどう見られるかも気にするんだと思う。でもスザクに対して不誠実でもありたくない。それはその真面目な性格ゆえよ。それに不誠実でありたくないのはスザクに対してだけじゃない、自分の心に対してもでしょ。それは心当たりがあるならそれに従えばいい。私は
自分の心に正直であるべきだと考えている。ふん、ありがとう。一度クルルキ教と話してみるよ。それがいい。スザクは正直に話して怒る人間じゃないよ。さすが窮地の中ってやつだな。それこそ茶化すなね、レド。悪い悪い。スザクから通信？はい、ガーフィールド。え？出撃？ポーランド近郊でミンスクに帰投中の部隊がナイトメア集団から襲撃を受けたか。どうしてミンスクに引き上げる部隊がポーランドの方にまで。なんだ、やっぱり引っかかるのか。ええ、どう考えても大回りになるからね。補給に寄ったとかじゃないのか。エナジーや武器以外に食料や薬を調達しに行くことだってあるだろう。その可能性がないわけじゃない。クルルニ教の様子がおかしかったからか。ええ、先ほどポーランド近郊でミンスクに帰投中の部隊が正体不明のナイトメア集団から襲撃を受けたとの情報が入った。部隊からは救援要請が出されている。しかし我がベラルーシ攻略軍の大半が本国への帰還の準備を進めている。出撃できるのは自分たちだけ。そこでコノエナイツとガーフィールド獣医には部隊の救援に向かってほしい。自分もランスロットの準備が整い次第後を追う。以上だ。以上ってちょっと待って、スザク。正体不明の敵とは何？それにどうして派遣した部隊が国境を越えてポーランドにいるの？救援のために急いでいるのは理解できるけど不自然な点が多い。もっと情報を。救援要請は本物だ。今は一刻を争う。急いでくれスザク。このエナイツもいいな。イエス、マイロード。普段のスザクならもっと冷静なはず。でもさっきは。シュネーはどう思う？私はクルルキ教の指示に従う。救援要請を出しているのは確かに我が軍の部隊だ。仲間を助けるのは間違いじゃない。それが命令ならなおさらだ。それはごもっともだ。ま、そう言っている間に目的地は目の前だ。あれはガーフィールドから各機へ。すまない、 T4 に異常。悪いけど先に降りる。地上で追いつく。おい、大丈夫なのか。仕方ないな、シュネ。彼女なら大丈夫だ。俺たちだけでやるぞ。わかった。戦闘は街の中と外2カ所で行われているようだ。障害物の多い街中へは俺が行く。シュネーは街の外の方へ救援に回ってくれ。了解だ。空からだと確かこの辺りで。こっちに来た父ちゃん。バカ、何をやってるんだ。早く逃げないと。待って、あなたたちに危害を加えるつもりはない。騙されるもんか。嘘じゃない。今外に出るから信じて。私はブリタニア軍のガーフィールドというブリタニアの統治下にあるポーランドの人間には手を出さない。ブリタニア。あんたはどっちのブリタニアだ。どっち、それはどういう意味。何が起きている。どうしてブリタニア同士が戦っているんだ。何をぼさっとしている。お前ミンスクの本部からの救援なんだろ。敵はユーロブリタニアの連中だ。ユーロブリタニアだって。彼らはエリア20に戻っているはずじゃ。いいから連中を倒すのに力を貸してくれ。奴ら不当に町を占拠してやがる。相手はブリタニア人だっていうのか。私は同じブリタニア人に剣を向けるというのか。考えるな。あいつらはブリタニア人じゃない。そうだ、あいつらは犯罪者だぞ。何を戸惑う必要がある。
違う、そうじゃない、そうじゃないんだ。ソホ、剣を引け。私はナイトオブセブン親衛隊コノエナイツのシュネーヘクセンだ。同じブリタニア人が剣を交える必要などない。何、シュネーだって。こいつ何を言ってるんだ、青2歳が。しかし隙ができた、今のうちにやるぞ。な、何を。卑怯な、我らを油断させようという腹か。志なき者にやられたりなどせん。脱出を。どうして、仲間同士のはずなのに。お前シュネーヘクセンなのか。そういうお前は何者だ。ヘクセン家の次期当主がもう戦場に出る年だとはな。それもナイトオブセブン直属の部下となって。一方的に話されるのは好みじゃないが。悪い、私だ、ヘンリックだ。覚えてないか、ヘンリック。もしかしてヘンリック・ゲーラーか。ヘンリック、もしかしてヘンリック・ゲーラーか。覚えていてくれて嬉しいよ。最後に会ったのが私が軍に入る前だから、もう6年ほどになるか。なぜです、あなたはブリタニアの未来を憂いていた、騎士道を重んじる人だった。それなのにどうしてこんなところで。私の求めるものがブリタニア軍ではなくユーロブリタニアにあったからだよ。ユーロブリタニアの目的はEU に奪われた祖国の土地の奪還だ。だがそのために武力によって敵を殲滅し土地を荒廃させるのは間違っていると我々ユーロブリタニアの貴族は考えている。なぜなら国家というものは民衆あってのものだからだ。私たち貴族はそのことを肝に銘じなければならない。民衆あっての国家は、それほど民衆を思っているあなたがなぜ犠牲を増やすような真似をするのです。お前たちがそれを言うのか。武力で戦果を拡大する本国のやり方は間違っている。それにこの町のことだって。町、何のことです。それよりも投降してください。あなたを死なせたくない。傲慢な、やはり本国の考えはそれか。そうじゃない。投降すれば名誉を挽回できる機会があるはずです。また理想のために戦うことだって。変わらないな、シュネー。君は善人だ、だが傲慢でもある。君が思っているほどこの世界は綺麗ではない。だからこそ民衆を思う必要があるのだ。ゆえにこの町を明け渡すわけにはいかん。ブリタニアの思想を是とするのであればそれに準じるんだな、シュネ。このカスが相手でも。さよならだ。させるものか。な、何？クルルギ教。正体不明のナイトメア集団とはユーロブリタニアか。一掃する。待ってください、彼らは。くあ、早い。ダメ、スダク。何の真似だ。ごめんなさい。でもまずは双方剣を引いて。話はこの町の住民から聞いた。住民から話を、どういう意味だ。それは、あれはカエサル大宮殿で見た白い悪魔。え、うわ。
かな。ダメ。邪魔をするな。今は任務中だぞ。ダメよ。一機でも落とすと取り返しがつかなくなる。このままじゃ拉致が開かない。スザク、ここを一旦離れましょう。何をバカなこと。任務を遂行中だと言っている。聞いて、スザク、今回の戦い、こちらに火がある。私はこの町の住民から話を聞いた。こちらに火だって。ええ、略奪を行おうとこの町を襲ったのはこちらの部隊。ユーロブリタニアの部隊は町を守っていたに過ぎない。しかし今回の任務は軍本部から正式に発令されたものだ。敵を排除する必要がある。本気で言っているの、スザク。当たり前だ。自分には功績が必要なんだ。そのためには軍務を果たして。頭を冷やして、スザク。あなたはそんな人間じゃないでしょう。頭を冷やすのは君の方だ。いくら町を守るという建前を並べても不当に駐留しているのは事実だ。それはどんな理由があろうとルールは遵守すべきだ。例外はない。それが人を守るためであっても、彼らは力があったから、力を持たない人間を守った。スザクもフロドナで言っていたじゃない、強いから守ると。そうでなければゼロになると。ゼロに。フロドナの女の子を思い出して、もうあんな子を増やさないで。鬼、悪魔、人殺し、お父さんを返して。あの子のような子、君の言う通りだ。僕はどうかしていた。スザク、結局ガーフィールドの勘が当たったってわけだな。ああ、ベラルーシ西部に派遣されていた第8機構部隊は略奪を目的にあの町を襲った。しかしそこにはヘンリックたち、ユーロブリタニアの部隊が長く駐留していて、町を守るために戦闘になったというのが本当のところらしい。戦争犯罪か。よく聞く話ではあるが、胸くその悪い話だな。ああ、第8機構部隊の連中は本国に戻り次第裁かれるだろう。ユーロブリタニアの連中もエリア20に強制的に戻されるらしい。ファルネーゼ卿が処分を下すんだろうな。しかし第8機構部隊以外に大きな損害が出なくてよかった。死傷者も出なかったと聞くし。ああ、お前も含めてな。え、その傷、ヘンリックってやつにやられそうになったんだろ。そうだ。また危ないところをクルルギ卿に救っていただいた。命あってのものだねだ。後でクルルギ卿にちゃんと礼を言わないとな。ああ。ってことは貧乏くじを引いたのはあいつだけか。彼女はどうなるんだろうな。まあ、皇帝直属の騎士ナイト・オブ・ラウンズに盾ついたんだ。本来なら処刑されてもおかしくない。そんな。処分の遺憾はクルルギ卿次第だな。今頃本人に伝えている頃だろう。ガーフィールド、今回の命令違反に対する処分として謹慎30日間を言い渡す。はい。すまない、このような形になってしまって。いいえ、上官であるスザクに銃口を向けたのは事実。この程度の処分で済ませてくれて逆にありがたい。しかし今回の件は自分の不甲斐なさが招いた結果だ。その責任を君一人に押し付けてしまっている。そんな顔しないで。私たちはまだ学校に通っているような年齢なんだから、急に大部隊を率いるようになれば迷って当たり前だから、こそ悩んでいるなら話してほしい、友達として。スザクはあのブラックリベリオンで何があったの？何を見てきたの？それを言うことはできない。君を巻き込むわけにはいかないから。でも僕は迷いの中にいる。僕は自分を受け入れてくれたかけがえのない人を失った。悲しみと悔しさが溢れると同時に憎しみもまた溢れてこぼれそうになる。それはゼロへの。ああ、そうだ。でも同時に
失った大切な友達への思いも断ち切れない僕は、俺はこの手で贖罪させたいのか、それともいずれにしても今は叶わない、叶えることはできないんだ。今、スザクは確かに今と言った。それはゼロがルルーシュが生きているということ。今は叶えることができない。その理由も私には話せないことなのね。ああ、すまない。そうか、スザクもまた復讐に囚われているのね。ゼロに、ルルーシュに。僕も。じゃあ君は。私も戦争で両親を失っている。軍に入ったのもクラリスさんを失わないためだから、私は復讐を否定しない。復讐への強い怒りは前へ進むための力になる。だけど僕は迷ってばかり、立ち止まってばかりだ。それはどうして。わからない。戻らない過去への後悔なのか、行き場のない怒りなのか、それとも許したいという気持ちなのか。だから焦っていたのだと思う。彼女の理想を叶えるために。彼女、ユーフェミア公女の理想。ああ、僕はナイト・オブ・ワンに、帝国最高の騎士になる。ナイト・オブ・ワンの特権には好きなエリアを一つもらえるというものがあるんだ。僕はその特権で日本をもらう。そうか、スザクの目指す未来はそこにあるのね。だから君には改めて礼を言う。僕を止めてくれてありがとう。あのフロドナの少女のような子を増やさずに置けた。ええ、子供が一人きりになるのはすごく辛いから。そうだね。じゃあそろそろ行くよ。窮屈な思いをさせてすまない。いえ、大丈夫。それより最後に一つ聞いていい？なんだい？スザクが罪を償わせたい相手もこうして閉じ込められているの？変なことを聞くんだな。少し気になってね。そうだな、彼にとっては閉じ込められているとは感じない。でも確かな牢獄だ。なんだかよくわからないね。この世界にはそういうものもあるんだよ。そう、まだ知らないことだらけね。じゃあまた。話せてよかった。ええ、私もよ。本当に話せてよかった。スザクとの会話でルルーシュが生きていることが確信できた。それにスザクの言っていた牢獄、あれはきっと。本国に戻ってきたというのに、結局ガーフィールドとは会えずじまいか。謹慎処分を受けているんだ。仕方ないさ。ま、あの程度の処分で済んでよかったじゃないか。それはそうなんだが、これで彼女の出向も終了だろ。別れの挨拶ぐらいはしたかったんだ。それはな。でも今回のベラルーシ遠征のようにまた会えるかもしれない。前も言ったが、根性の別れじゃないんだ。生きていればまた会えるさ。そうだな、私もそう思うよ。お、シュネ、お前なんか変わったな。そうかい？自分ではわからないが。なんだか吹っ切れたような顔になったと思ってさ。それはいろいろ考えさせられることがあったからな。それでかもしれない。ふん、なるほどね。俺はいいと思うぞ。バーガ、面と向かって言われたら恥ずかしいだろ。それよりも早く行こう。クルルギ卿を待たせるわけにもいかないだろ。いや、まだ来ていないと思うぞ。キャメロットに寄ってから来ると言っていたからな。そうなのか。ああ、何でもフロートでの実践データを渡すとか。お手上げ。こいつは参ったな。ロイドさん、セシルさん。スザク君、どうしてここへ？まだ欧州のはずじゃ。ポーランド戦でシュネーが負傷しまして、それで一度こっちに戻ってきました。おいおい、大丈夫なのか？シュネーってお前の部下だろ？ああ、
いや、体の傷は大したことないんだ。それよりも、どうしてジノたちが？ああ、新型の開発状況を確認にな。でも、問題があるみたいだ。データ、足りないって。データ？それならちょうどいい。これが役に立つかも。これってエアキャバルリーの？はい。テスト用の OS で使用していたので、量産化の際に役立つかと思いまして。おっほー！さすがはスザック。これなら間に合うかもしれない。よかった、これで銃殺刑は免れるかも。銃殺刑？なんだかよくわからないですけど、役立ちそうでよかったです。まずは礼を言わせてくれ。おかげで私たちの期待がなんとかなりそうだ。ありがとう。いや、自分は何も。何もしてないわけないだろう。お前もしかしてこれまでずっと実験機で戦場に出ていたのか？え？ああ、所属していた特派は実験部隊だったからね。マジか。ちょっと話を聞かせてくれよ。ちょ、僕はこれから用事が。いいからいいから、少しの時間でいいからさ。ジノ、強引ね。私もついていこうっと。いやー、持つべきは優秀なデバイサーだね。このタイミングで帰ってきてくれるなんて。その言い方、今なら不敬罪に当たりますよ。え？何が？まったくこの人は、わざとなんだか天然なんだか。あら、スザク君が帰ってきたということは彼女も戻ってきているはずじゃ。あれ？言ってなかったっけ？彼女、ポーランドでスザクに銃を向けたらしくてさ、謹慎処分を受けちゃったんだって。え？で、僕たちはこの忙しさでしょ？テストパイロットがいても意味がないからさ、休暇をあげちゃった。今頃エリア11に向かってる頃じゃないかな。いや、彼女って予備役じゃない。だから学園生活を謳歌してもらおうと。どうしてそんな大事なことを伝え忘れるんです？あ、ごめんなさい、忙しくてつい。リゼル様。ジョアンナさん、どうしてここに？あなたを待っていたからに決まっているでしょ。カーリーさん、カーリーさん、何？すっかり元通りになってる。あの全身に負っていた傷はどうなったの？聞いたわよ。あのラウンズになったイレブンに銃を向けて謹慎処分になったって。イレブンじゃありません。彼はクルルギスザクです。あら、ごめんなさい。あなたのお友達でもあったわね。それにしても。その顔、バニエラと同じ表情をするのね。その怒っている表情なんてそっくり。怒ってはいません、訂正しただけです。それよりも怪我はもういいんですか？包帯も取れているようですし。ん？ああ、もうすっかりね。すごいのね、ブリタニアの再生医療技術って。でもね、私の心の傷は癒えてはいないの。だから、やっぱりあなたにそばにいてほしくて。そのお話ですか。カーリー様には、あなたが必要です。バニエラ様のご息女であるあなたが、どうか、カーリー様の願いを叶えていただけませんでしょうか。お願いを。すみません。やはりそれはできません。私は見つけたんです。見つけた？ええ。私にとっての希望を、私の願いを叶えるための希望を、うん、だからカーリーさんのそばにいることはできません。そう、それは残念ね。では失礼します。釣れないのね。なら私から行くしかないじゃない。それではそろそろ。ええ、私たちもエリア11に向かう準備をしましょう。楽しい晩餐会になるわよ。なあ、カレン、今夜の食事はどうするんだ？もう晩ご飯の心配？食欲旺盛なのは結構だけど、このアジトは病弱な姉と姉を支える可愛くてけなげな妹って
ことで借りてるんだから少しはそれっぽく振る舞ってもいいんじゃない？栄養を取らないと元気になれないんだってば、妹ちゃん。お鍋、温めて食べて。またカレーか。これで二日連続だぞ。三日目からもっと美味しくなるわ。なあカレン、浦部は今度いつ来るんだ？あなたが待ってるのは浦部さんじゃなくて浦部さんの差し入れでしょ。先週の煮物は絶品だった。味音痴のくせに味噌まで手作りしているだけのことはある。お前も少し見習うべきだな。ご飯一膳炊けない人に言われたくないわね。知らないのか？やればできる子なんだぞ私は。だったら掃除ぐらいしてくれてもいいんじゃない？するさ、我慢できなくなったらな。しかしこの部屋を散らかすのは主にお前の方だと思うが。ああ聞こえません。都合のいい耳だな。そんなことよりこの監視報告書を見て。あんたの言った通りだった。だから言ったろ。でもまさかあいつがあんなところにいるだなんて。それは。はい、光月です。わかりました。じゃあ予定通りに。浦部さんからよ、飛行船の手配ができたって。いよいよ作戦決行だわ。そうか、お前の止まった時間を私が動かしている。それがお前との契約。そしてお前は再び戦いに身を投じるのだろう。世界を変えるために、世界を巻き込んでな、ルルーシュ。ユフィ。あら、どこかへ出かけるの？うん、少し学校を見てこようと思って。復学は明日からなのに待ちきれないのね。そうなんだ、友達の顔も見たくて。わかった。でも夕食は戻ってきたお祝いにお店を予約してるからね。間に合うように帰ってきて。わかってる。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。例の計画は順調？餌の準備は万全です。あとは C2 が食いつくのを待つだけですな。ふーん、イレギュラーがないといいけどね。そう願いますよ兄さん。スザクの言っていた、ルルーシュにとっては閉じ込められているとは感じない。でも確かな牢獄、それはきっとこのアッシュフォード学園に違いない。でもあり得るの？ゼロの正体だとブリタニアにバレたルルーシュが元の学生に戻るだなんて。あの、うちの学校に何か用事ですか？え？ルルーシュ？ああ、なんだ、ガーフィールドじゃないか。久しぶり。